に生きないだろう。もっと肩の力を抜いて自然体でいいのにな。君は自由に未来での成功をイメージして、人の噂ならどうでもいい、焦ることもないさ。目の前にあるその問題点、解決すべき僕はそこじゃない。深呼吸をゆっくりして、俯瞰でご覧なさい。Bye.